はい、どうも皆様、こんにちは。サソリコウモリです。あ、間違えて、眠ってるやつに歌っちゃった。前回の続きやっていきます。今回、前回、見事なまでに不思議種を必殺前歯にやられてしまって、必ず殺すとは伊達じゃないなって思ったところで、ポケセンに戻らされてしまいました。ちげえんだよ。早く行け。うわぁ、めんどくさい。どんだけポケモン出んだわ。チェンジ、ピカチュウ。ピカチュウ。うわ、電気ショックワンパン無理か。ピカチュウのレベルも早く上がってほしいな。これ、パラセクトも使ったことないな。いや、ポケモンで、いや、パラセクト嫌いじゃないけど、嫌いじゃないっていうか、大きくなってからそんなに嫌いじゃなくなったけど、パラセクトは実機で使った、実機で遊んだ時に仲間にしたことがないんじゃないか。うん、そんな感じする。ちょっとあとチェンジ。キノコにチェンジ。俺パラスは育てたことないわ。多分俺この後ろグラフィック見るのも多分初めてやもんな。勝てなくはないけど、ちょっと安牌取ったらピカチュウに変えるのが一番やね。吸血って何タイプのやつや？虫か？虫対虫って効果抜群同士なのか？チェンジ、ピカチュウに。めちゃくちゃ吸われる。ピカチュウも噛み跡だらけやでも。はい、ここでストップ。いけるいける。いけるいけるっておかしな話。ちょっと待ったら、これマイク遠くね？大丈夫か？今まで音入ってへんかったかもしれん。ちょっと投げ物をもうちょっと下げるか。こんなもんにしちゃおうか。野生の戦いは無視します。ピカチュウに変えます。電気ショック。あー、めんどくせー。よし、オッケー。ナイスピカチュウ。もう出すぎ。チェンジ、ランサー、毒針だ。急所に当たって効果抜群。オッケー、テレレン、テレレレレレ。化石はロケット弾が見つけるんだ。復活させればいい金になるかもしれない。なるか、そんなもの。コラッタが送り出した。キノコにチェンジ。どうしましょう。ダネちゃんばっか使うのはちょっと忍びないけど、ダネちゃんに。ダネちゃん。倍速を使いたくなってる自分がいるのがちょっと悔しいね。はい、ここまでご視聴どうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならば、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。